はい、こんにちは、116ウィンズです。 WBC の1次ラウンド、各プールのゲーム盛り上がっていますが、皆さんどうですか？私はここまで当初自分が想像していた以上に楽しめています。現役メジャーリーガーを中心にいろんな選手を見るいいチャンスだとはもともと思っていたんですが、少し前にメジャーでプレーしていた選手、例えばパナマ代表のルーベン・テハーダやイギリス代表のバンス・ウォーリーなど、久々に名前聞いたなと思う選手たちが結構バリバリ主力としてプレーする姿を見て、なんか懐かしい気分にもなりましたし、あるいはドミニカ共和国とベネズエラのように純粋にトップ選手が集まった試合を見たりですとか、プール A の激戦ですとか、かなり楽しめています。また合わせて日本代表の試合も追っているんですが、やっぱり大谷さんのプレーはつい注目してしまいますね。私はマリナーズファンなので、基本的には大谷さんは対戦チーム、エンゼルスに所属しているので当たり前といえばそうなんですが、基本大谷さんは相手側にいて、それでまあたびたび投打に好き放題暴れられまして、彼と同じく野球聖人としておなじみのマイク・トラウトさんと共に、もうそろそろ許してくださいと幾度となく思ってきたところ、今回初めて味方に大谷さんがいる心強さを経験しているところです。投げては先発投手として安定感があり、打っては特大ホームランを含め中軸として頼りになる大谷さんの存在は大きく、こんなチート級のパフォーマンスをエンゼルスファンはいつも楽しめているのかと思うと少し羨ましいですね。ただ個人的にはそんな大谷さんと並んで今活躍から目が離せないのが、普段はカージナルスでプレーしているラーズ・ヌートバーです。日本代表史上初めての日系人選手がこのヌートバーとなったわけなんですが、今のところリードオフマンとしてこれ以上にないくらい大活躍してますよね。プール B の4試合すべて1番で出場して14打数6安打、四死球が5個。最初の方の練習試合では少し打線に元気がなかった日本代表ですが、ヌートバー含めメジャー組が合流してから勢いがつき、その中でもヌートバーが1番でとにかく塁に出まくって攻撃のリズムを作っているのはやっぱり大きいんじゃないでしょうか。リードオフとしての活躍以外でもセンターでの全力プレーですとか、またカージナルスでプレーしている時から彼はムードメーカーとしても知られていますが、そのキャラクターの良さは日本代表でも光っていますし、正直自分が想像していた以上にチームにガチッとフィットしたなと。もはやヌートバーの存在はチームに不可欠というか、いないと困るレベルであり、また日本の野球ファンからもかなり受け入れられた感もありまして、ヌートバーが打席に入る時はおなじみのヌーイング含め歓声もひときわ大きいですし、韓国戦ではツイッターのトレンドぶっちぎりのトップにヌートバーの文字が入るなど、すっかり日本のファンからも愛される存在となった印象ですよね。思い返せばヌートバーの選出が決まった時から、日本の野球ファンですとかメディアは概ね好意的に彼の選出を歓迎していたものの、そうは言っても初めての日系人選手ということもあってか、著名な野球解説者を含めて、まあ一部否定的な意見があったのも事実なので、それを思うと今の彼の愛されぶりというのはすごいですよね。初めての日系人選手、それもまだメジャーでものすごく実績だったり知名度があるわけでもない選手なので、やっぱりまだヌートバーという選手を知らない人からすると、本当にわざわざ選出する価値があるのか、日本のプロ野球で活躍している選手を選んだ方がいいのではないか、まあこういった意見は多少あったのかなと。知らない、わからないものに対する怖い気持ちがあるというのは、これは人間なので仕方ない部分もあると思いますし、自分たちが知っている範囲でメンバーを決めてもらった方がある種の安心感がある、そういった感情からヌートバー選手に対する否定的な意見は生まれていたのかもしれません。なので結局のところ、そういった雑音をシャットアウトするためには、ヌートバー自身がその人たちも見えるところ、つまり日本代表のメンバーとして目立った活躍をする必要があり、それを今見事に実現させているわけですから、本当にすごい選手だなと思いますよ。しかし正直に言うと、私自身もヌートバーがこれほどまでに魅力的な選手だとは思っていませんでした。もちろん昨年のメジャーでの活躍はある程度は把握しており、昨年108試合でホームラン14本、 WRC プラス125、打率が2割2分8厘と低めで、特にこの部分がヌートバー選手に当初否定的な方からはマイナスポイントとして受け取られていたかと思いますが、ただこれは前半戦そこまで調子が良くなかった点と、あとは彼はプルヒッターの傾向があり、シフトにはまってアベレージが多少下がったんでしょうかね。後半戦入ってからのヌートバーは MLB でもトップクラスのバッターとして活躍し、この期間の WRC プラスが140、後半戦のカージナルスではアルバート・プホルスの大爆発が目立つところでありましたが、ヌートバーもまたカージナルス打線を支えた一人というイメージがあります。またヌートバーは打球関連の指標がズバ抜けてよく、ベースボールサバントのページ本当に真っ赤だなという印象も強く、アプローチも兼ね揃えていた点も含めて、今季さらなる成績向上が見込めそうな外野手としては認識していたものの、とはいえ私も常日頃からカージナルスの試合を一戦一戦全て追っていたわけでもなかったですし、それはヌートバーのプレーについても同様でしたので、今回代表で初めて彼のプレーをじっくり見て心を奪われてしまいましたよ。
代表でのヌートバーは理想的なリードオフマンそのもので、 MLB でなんでそんなにアベレージ低くなったのと逆に思ってしまうくらいにセンター方向を意識したバッティングが目立つあたり、決して強引に打ちにいっている感じはなく、また持ち前のアプローチの良さは WBC でも健在。ボール球には手を出さず、かといってリードオフマンにやってほしいチームの攻撃を勢いづける存在らしく、積極的に振りに行く姿勢を完全に捨てているわけでもないのがいいなと。初戦の中国戦ではいくら実力的には格下のチームが相手とはいえ、初めて見るピッチャー、さらに緊張もする中で初球をいきなり叩いてヒットにして先制点につなげたのはチームをかなり楽にしたことでしょう。また隙があれば次の塁を伺う姿勢も随所で見て取れ、それは盗塁ですとか送球間の進塁だったりですとか、まあ走塁意識の高さも感じるところでありますし、プレーも決して手を抜く感じはなく、本当に何と言いましょうか、カージナルスで育った選手らしい純粋にレベルの高い野球選手ですよね。あまり普段からメジャーの試合を見ていない方だと、メジャーリーガーのプレーは日本と比べると雑だという先入観を持っている方もいるでしょうが、ヌートバーはいい意味でその先入観を壊す存在というか、昔からの野球ファンの方も受け入れやすいここまでのプレーぶりかもしれません。そしてキャラクター面もファンから見えている部分だけとっても素晴らしいですよね。カージナルスでも彼がよくやっているペッパーミルパフォーマンスはすっかり浸透しましたし、第2戦の韓国戦試合前の円陣では声出しも任されるなど、チームに溶け込んでいる感じが伝わってきます。また本人からも日本の野球や文化に自ら馴染んでいこうという姿勢も感じられ、だからこそこれほどまでに多くの人にこんなにも早く愛される存在になっているのかなと。今回のプール戦でヌートバーは初めて日本のヒーローインタビューを経験していますが、その時の彼に対するあのものすごい声援が愛されぶりを物語っていますよね。ヌートバーとしてもいくらルーツが日本にあるとは言っても、普段生活する環境ではないという意味では異国の地ではあるわけで、そこで最初はいろいろと不安もあったと思うんですが、こうして日本のファンの心をわしづかみできて本当に良かったと思いますし、私自身一人の野球ファンとして、ヌートバーが日本代表としてプレーしてくれて本当に良かったなと感じているところでもあります。ということで、この後の試合でもヌートバーの活躍から目が離せないわけですが、準々決勝以降は負けたら終わりの試合が続きます。日本代表でプレーするヌートバーの姿を見られるのがあと最大で3試合しかないと思うと少し寂しさもありますが、ただ勝ち上がれば勝ち上がるほど、これからメジャーレベルでも活躍しているピッチャーとの対戦も増えてくるかと思いますので、そうなるとメジャーで昨年結果を残したヌートバーにかかる期待は大きくなるでしょうし、プール戦同様に日本の切り込み隊長として攻撃に勢いをもたらす存在として頑張ってほしいですよね。2009年の第2回大会以来、日本は優勝どころか決勝にも進めていないわけですが、歴代最強クラスの侍ジャパンが世界の強豪を相手にどこまで戦っていけるのか、そしてその中でヌートバーがどんなプレーを見せてくれるのか楽しみにしたいです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。